はい、宇治江でございます。Waldorf XTK。これね、オレンジ色のこのルックスも含めてですね、素晴らしいです。特にね、この XTK はですね、普通は10音ポリフォニックなんですけど、これ30音ポリフォニックに拡張したですね、もうフルバージョンの状態の XTK ですけど、もうだからパッド系とかもガンガンサスティンペダル使ってもガンガンに音切れしないというね、もう非常に贅沢な状態で出来上がってる XTK ですね。もう音がすごい、もうウェーブテーブルのシンセとしてもこれもうほんとね、名機ですね。こういう。イマジネーションをかきたてられるようなこの4色。もうなんかウォルドフって感じのジャーマンな4色だよね、このね、ドイツっぽい。の聞きが最高だね。この手の音を聞くとね、やっぱ30音ポリフォニックの感じがよく出てますね。これパネル上の説明しましょう。ここがオシレーター2つありますね。オシレーター1と2がありますね。でウェーブ1と2ってのがあって、ここでミキシングするわけですね。こう変えるとこう上の部分がいい感じですね。でここがフィルターですね。カットオフと、もう聞きがすごいこれ。で、アンプリファイアがあって LFO があったりの。もう非常に派手にかかるよね。良いです。で、下が ADSR。フィルターですね、こうアンプリファイア。もう自在に音作りができてしまうというね、こんな感じでございますね。もうプリセットがもう優秀。で、今聴いてもらってるのはシングルモードの、サウンドモードですけど、このサウンドね、これだけでも非常に素晴らしいんですが、さらにね、ここをねマルチモードにすると、このWaldorfの中にあるいろんな今のサウンドの音をですね、組み合わせて音を作ることができますね。ポリフォニックも3次用に拡張してるんで余裕ですけど、例えばこういう音ができますね。リズムを鳴らしながら、すごいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。音色が混ざったの分かりますよね。しかも余裕で鳴ってるというと、これがすごい。わあ、すごいね。止まんなくなっちゃうっていう感じですけど、XTK、ね、本当名機だと思いますね。素晴らしいサウンド。もう、また使わせてもらいます。惚れ込みました、私。XTK でした。